はい、皆さんこんばんは。さあ今回はですね、バイオハザードリベレーションズをやっていきたいと思います。バイオハザードのねシリーズの中の正式なナンバリングタイトルではないんですが、バイオハザードでいうところの4と5の間、あるいは4とほぼ同系列の間、ジルが何をしてたかというお話となります。では早速やっていこうかなと思います。バイオハザードレボリューション。大きい。クイーン・ゼノビア。見るからにゴーストシップだな。周囲を回って侵入ポイントを探すわ。ジェシカが行方不明になって94分が経過。通信リンクの接続が最後に確認された位置から想定すると、この船のどこかに2人はいる。さあ始まりました、バイオハザードリベレーションズでございます。正面向けませんが、今回の主人公はですね、バイオハザード RE3 でもですね大活躍いたしましたジル・バレンタインさんでございます。まあ、先ほどもちょっと軽い言いましたけども、バイオハザード4と5の間のお話、あるいは4と同系列のお話なんですけど、その時にですね、ジルさん、そしてクリスが何をしていたかという感じのお話でございます。所属は BSAA かな、バイオ5でも出てくるところですね。で、これ正式なナンバリングタイトルではなくてですね、間の概念的なお話として出ております。一応正式な時系列ではあるんですけれども、だからちょっとね、もう死体がいっぱいですね。システム的にも操作感的にもですね、まあ、4と5に似てるんですが、ちょっとまた別って感じがしますよね。ゾンビ化というのでしょうか、人が人で亡くなってる状況、まあ、これ食われてるのかな。この船で何があったのでしょうか。まあ、今クリスを探しに来たということでございますけど、詳しいことはまだ分かりません。ゲームを進めながら、ね、ちょっとずつ謎を解いていきましょう。まさしくゴーストシップだぜ。誰？どうした？この船、何かがいる。誰というか、もう明らかに人間では何かではない何かでしたけど、ダクトの中に消えていきました。そしてなんかこの粘着質な、なんだ、白濁液みたいなのを垂らしておりますけど、ダラダラと。ちょっとね、あのジルさんのこうキャラが近いので、とてもヒップが近くに見えてちょっとドキドキしてしまいますけどもね。このダクトから違う、恐怖のドキドキとちょっとしたこのセクシーなドキドキがこう合わさってますよね。うん、右手だけ異様に鍛えちゃったのかなってぐらい、右手だけこうなんつうの、大きくなってます、変形してます。あの昔よくやってたあの AA のさ、おっぱいおっぱいっていうこの手を振るやつですね。おっぱいおっぱい振り続けた結果、右手がこんな大きくなってしまったのかという感じなんですけども、おそらくこれはまあ人間なんだけど、まあ何かしらに感染した結果こうなってしまったのではないかという
この船では間違いなくウイルスが蔓延しております。そう、余分なこと言うとね、余分なこと言うなって言われてしまうので、普通にやっていきましょう。ではちょっと先へ進んでいきます。いや、一言多いって最近言われてますのでね、最近じゃねえか、ここ何年かです。ダクトの上を何かが通っている。ただ中身は見えてきませんね。よし、まあ、アイテムなんかもチェックしていきましょう。はい、グリーンハーブですね。ちょっとシステムは今回特殊でして、アイテム欄というか、なんかここにショートカットキーにアイテムがこう入れる感じですね。ここにあのハーブとかを、まあ、入れとくとか、そんな感じです。ちょっと違うよね、今までのバイオとね。さあ、ネズミが食い破ってますね。電気が通ってないのはそういうことです。ここの電源は生きているよね。こっち周りは電源が生きてます。デフォルトでこうジルさん走ってしまうのでね、ちょっと雰囲気を出すためにはゆっくり歩いた方がいいのかな。これボタンを押して、さあロッカーからアイテムを回収していきます。今日一段と鼻声だな。うん、テンションは高いんですけどね。さあ厨房に来ました。ここにも死体があります。何者かによってここの人たちはどんどんなんか化け物になったり食われたりしております。そしていやいや、ここに何か落ちてますね。手を貸して。ああ、分かった。今回の相棒はパーカーという人物ですね。ちょっと小太りな感じですけども、いい声ですね。またパーカーさん、ジルのね衣装がとてもセクシーだよね。サムスみたいな格好してますけど。銃かしら。どうする。任せて。ジルはですね、まあ、ラクーンシティから脱出した後にですね、もう、まあ、当然スターズはもう退職しまして、あんな状態じゃできないからね。クリスと共に BSAA というね、NGO 団体かなに参加しております。でこの世界ではもうアンブレラは崩壊しております。クリスのじゃないよな。さあ早速出てきました、化け物ですね。距離を空けつつヘッドショットを打っていきましょう。よし、終わった。あの船員たちを襲ったのも嫌な予感がする。どこなのクリス。ここは日の光が降り注ぐ地中海沿岸の美しい港町。この海岸沿いの沖合に11年の歳月をかけテラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。しかし2004年、開発反対を訴える組織ベルトロによってこの町でバイオテロが引き起こされました。ウイルス散布と同時に生体兵器 BOW が放たれたことにより事態の収拾は困難を極め、隔離された海上都市で被害は広がり続けました。 FBC は大国政府主導による最大の対バイオテロ組織として設立され、テラグリジアでの対応において指導的役割を担いました。一方、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGO BSAA はオブザーバーとしてテラグリジアに入り、
FBC のサポートに当たりました。対策本部は被害の拡大を防ぐため都市自身の発電システムを利用自壊させることで被害を最小限にとどめたとしています。テラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取りこの事件をそう呼びました。その後実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅を FBC が発表、事態の収束宣言となりました。2005年現在、ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思えます。しかしご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。ボス自らお出迎えとは珍しいな。ああ、医者が運動しろとうるさくてな。君らもこの辺り一帯を FBC が封鎖してきたことは理解しているな。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。FBC の隠蔽体質も、海から流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理はないわね。ああ、我々 BSAA もようやく現地調査にこぎつけたわけだ。クエントから例のものは受け取ってきたか？ああ、愛称はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか？マニュアルを読んできてないの？ああ、いや、持ってきてはいるが。ものは試しというしな。早速そして調査を開始してくれ。ああ、あったぜ。さあ、ではジェネシスという新しい機械ですね。まあ高機能なスキャナーですね。バイオスキャナーでございまして、まあ何でしょうかね。なんかまあウイルスの解析うんぬんかんぬんができるんですけど、まあ適当に漂流物なんかをねチェックする機械だと思っていただければと思います。漂流物かね、その。ああ、これはひどいな。しっかり腐敗している。白濁した肌、見たことのない生物だわ。ジェネシスを使ってみる。はい、で先ほどのジェネシスですね、これを使ってみましょう。そうするとスキャンができるわけです。ああ、解析には一定量のデータが必要だ。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。解析結果はどうだ？ああ、色男と表示されたか。そうだな、なんかジル、こいつを見てくれ。どう思う？はいはいはい、これですね。これもそうですね。体内に何か反応があるわ。注意しろよ。やるわ、慣れっこだし。ジルさん、手にこの気持ち悪いものに手を突っ込むの慣れてるわけですね。だから先ほどもためらわず手突っ込んでましたけど。まあ、洋館事件からもうここ何年もですね、さまざまな視線をくぐり抜けてきたジルさんだからこそできる行為です。これは全て人為的な変質なら証拠になるかも。こちらで調べておく。お二人さんは調査を続けてくれ。さあ、じゃあどんどん探索していきましょう。しかし、そのね、バイオハザード3にもありましたラクーンシティ、あれは一つの町が壊滅されました。バイオテルね。見えるのがあのテラグリジア跡だ。あれから1年か。で、またテラグリジアというね町がバイオテルによって一つ滅んでおります。本当恐ろしいですよね。大きな災害となります。災害ってか人災になるのか。恐ろしいテロですよね、バイオテロ。さあ、弾を取りつつ、ちょっとずつこうね、どんどん分析していきましょう。全部スキャン完了すると、
これ動くね、これ動いた。見ればわかるさ、叩き潰す。ちょっと先制して殺しちゃいましたけど OK かな。さすがに慣れているな、ラクンシティの英雄さん。あなたこそパーカー、元 FBC だって聞いたわ。ああ、志願して BSAA に移籍した。戦うためにな。ああ、二人とも無事だな。警戒を保ちつつ引き続き調査を進めてくれ。さっき FBC でちょっとこれね、このパーカーさん映ってましたもんね、指示をして出してるところ。ジルはでもラキュンシティの英雄か。まあ確かにネメシスを倒したわけじゃないけど、あれか、あ、ウイルスを持ち帰ったのか。ジルは持ち帰れなかったんだっけ。まあ RE3 を見ていただければと思いますね。で、まあ、レオンとね、クレアが、まあ、ジウイルスを腐敗でガスが爆発、まあ、食い止めておりますね。散々だな、ジル。なんかね、これ確か、スキャンを全部完了すると、回復薬ですね、が手に入ります。もう端からどんどんスキャンしていきましょう。これ本編でも大事なことですね。 100% までやっていきます。はい、 OK ですね。これで全部です。すべてをやると回復ですね。動詞の敵から得られるか解説は、まあ、いろんなものを解説すると。これで解析データは 100% ね。ご苦労。ひとまず私のところに集合してくれ。回復アイテムがもらえるというね、よくわかんない仕組みとなっております。連射していきましょう。口開けた時の方が多分威力が高いね。鉛玉をぶち込んでやりましょう。終わったね。お疲れ。で、これももちろんスキャンできます。ようやく静かになったな。さすがだな、ジル・パーカー。よし、もうデータは十分だ。集合してくれ。はーい。二人ともご苦労だった。漂着物がウイルス感染体であることは間違いないわね。 FBC が封鎖した海岸に流れ着いたことも偶然とは考えづらいぜ。すべきことは行った。あとは本部に戻りデータ解析の結果をマスターしよう。緊急連絡だ。私だ。何だと。状況は理解した。あとはこちらで対応する。だが計画は前倒す必要がある。今すぐだ。分かった。では頼む。ジル、パーガー、君らにはこのまま動いてもらう。一体何が。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。原因は不明だ。二人を最後に確認した座標を君たちの端末に転送する。会場で通信リンクが切れている。二人ならベルトロ捜索で雪山では。この位置から判断しておそらく二人は船だな。私はこれから本部に戻り捜索の指揮を取る。二人の行方を追え。了解。はい、というわけで、一旦、リザルト画面ですね。セーブポイントでございます。まあ、引き続きやっていきましょう。クリスとジェシカもこいつに襲われたと思うか。まさかそんな。おい。
クリスが死んだとは言ってないぜ。そうね、すぐ捜索を続けましょう。何の音だ。鍵が。見てくるわ。ああ、俺はこいつをもう少し調べてみる。オーケー、私はクリスたちの捜索を続けるわ。海岸の漂着物とタイプが似ているわ。なんかこんな感じですね。スキャンすることによってこうアイテムが出てきます。だから弾なんかもこれで取れたりできますが、今弾いっぱいですね。取れないと。では音がした方を探索してみましょう。まあそういったいきさつでね、クリスを今探しに来ております。クリスがこの船のどっかにいるんではないかということですね。クリス？クリスなの？クリス、答えて！クリスを発見したわ。何者かに監禁されている。助けられそうか？ロックされているわ。鍵を探さないと。分かった。俺も探してみる。あのクリスが捕まってるとはとても信じられませんが、どうやら動けなくなってるみたいです。なので鍵を探しに行きましょう。何者か。怪物だけではないようですね、ここにいるのは。では船の中を探索していきましょう。だいたいハンドガンの弾とかね、だと思います。あるのは、まあ、拾えないので後で拾いましょうね。さあ敵出てきました。当てにくい。うー、一応近接攻撃も可能です。で近づいた時にですね、ボタンが出た場合は、体術吹っ飛ばし攻撃ができます。これはバイオ5なんか方にもありましたよね。同じ仕組みでございます。なんかあったっけな。あった。まあでもたまに余裕があるときは別に撃ってでもいいと思いますけどね。はい、ハンドガン結構落ちてますのでね、落ちてるものは拾っていきましょう。あんまり視点移動が激しいと酔っちゃうよね。ここはあかんやつです。そう、しっかりゆっくり視点移動していきましょうか。あれ、どっちだっけな。ここはまだ開かないやつですね。はい、だからこっちを先進めましょう。まずは鍵を探し、悲鳴が、生存者、意味深の、ああどうやら女の人がやられてしまったみたいです。ちょっと今から助け行くんじゃ間に合わないと思いますが、ちょっと助けに行ってみましょうか。頭狙って、お、頭狙おい。頭振りすぎ。まあ、遮蔽物を使ってやっていきましょう。オッケー。ジル、状況を報告してくれ。生存者を発見。でも化け物に殺されたわ。身元は？調査してみるわ。とても大きい。とてもふくよかなものが出ております。ジルさんもなかなかですが、彼女の方がすごいみたいですね。調べてみましょう。うん、鍵を発見しました。パーカー、女性は身元不明。でも鍵を見つけたわ。これならもしかして。試してみる価値はあるな。クリスの元で合流しよう。先に向かうぜ。服装を見る限りここの船員というよりも、あ、ほぼね、ジルとほぼ似たような格好してますね。胸元開けまくってるのもそう、そっくりですね。これ私は分かんなかったんですけど、なんでジルもさ、この人もさ、すごい胸元が開いてるのかなと思ったら、これ
大きすぎて閉まんないんですね、多分ね、ジッパーがね。あ、じゃあしょうがないと。はい、ということで、まあ先進みましょう。この女性が何者なのかは後で分かります。長い付き合いになるかもしれませんね。まあ他にもあると思うんですが、あと方遠いか。まあスキャンできるものはスキャンして、ここからじゃ出ましょう。まあ先ほど鍵のかかった部屋がありましたし、鍵はゲットしたので、ここで先進んでいきます。で当然ながら行きはよいよい、帰りは怖い。うん、 OK。 まあ敵も出てきますよね。なんかそれっぽい場所いっぱいありましたからね、出てきそうな場所。よく先を見て進んでいきましょう。弾、そしてグレネード。ここはでもこんなもんだったかな。まあでも弾も今現在余裕があるので、ここでまあ無理に取らんでも良いと思います。うん、射撃がとても気持ちよくてね、癖になりますよね。射撃をすることが楽しくなってしょうがない。バイオハザードのこの魔力の一つです。まあ、怖いんだけど敵を撃つ快感っていうんですかっていうのが、あ、まあここはまだ開かないですね。もう一度ゲームをしたくなるというね、バイオっぽさです。近いね。はい、100% ですね。はい、回復アイテムですね。薬を1個手に入れました。よし、もっといるかな。だいたい帰り道は結構敵が多い。頭を狙うと威力が高いです。当たり前か。射撃した方が、頭を狙った方が血しぶきがいっぱい出てですね、あいつ立つこともできなかったね。当然、早く敵は倒せますと。まあヘッドショットですね、いわゆるね。なかなか頭を振ってるんでヘッドショット難しいですけど、ああいうハイスクバってる時とかはね、狙いやすいですよね。さあではクリスを助けましょう。待っててねクリス。こちらだった。ジル、早くクリスを、急ぎましょう。クリス、クリス、人形。こいつは。ようこそ真実へ、ジル・バレンタイン。はい、ということで、ちょうどね、最後、罠にかかってしまったジルさんなんですが、まあ、次回一体どうなるんでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。